さあ、モーターサイクルファンタジー、今日はですね、詳細チェックが入ったんでなんとなくわかると思うんですけど、このバイクストリートボブですねの、インプレッションという形になります。早速ですね、このハーレーらしいハーレーをですね、ハーレーらしいですね、これね、ハーレーにあまり全く詳しくない私からするとハーレーっぽいなっていうハーレーになるんですけどをですね、インプレッションしていきたいと思います。まずはまたがってみたいですね。はい、またがってみますよ。はい、またがって思うのはですね、本当に月並みな言葉で申し訳ないですけど、ハーレーっぽい形だねっていう感じですね。まずはですね、足がつきやすいです。非常にまんまですけどね、足つきがいい。でも足つきがいいって意外と最近バイクとしては少ないので、いいんじゃないかと思いますけども、そしてハンドルの、ポジションですね。実際またがった時のポジションの感覚としてはですね、まずはこれもうメーカーサイトにも載ってるんで特徴ではあるんですけども、この足位置ですよね。はい、そしてハンドルこんな感じですね。はい、でまたがった感じで思うのは、まずはですね、多分これノーマルシートだと若干個人的な体型だとハンドル遠いんですよ。これシート変わってるんでちょっとあれですけど、はい、若干ハンドル遠いのかなっていうのと、だからちょっとした前傾ですね。そしてこのステップが結構前目にあるんで、体をちょっとくの字に折りたたんで走ってるようなイメージになります。こんな感じで、はい、こういうものなんでしょうね。もしかしたら大柄な方だとちょうどいい感じで何かまた違うのかもしれませんけども、そして車重が結構あるんですけども、これかなり重たい車両ではあるんですけども、それはね全然感じないですね。足つきがいいっていうだけの問題ではなくてですね、重心の位置とかそういったものも含めて、引き起こす時も含めて実は重さをそんなに感じないっていうのもですね、一つ特徴なのかなというふうに思います。そしてハンドルが狭いですね。これだけ重いオートバイだと基本的にはですね、もうちょっとハンドル広い方がですね扱いやすいんですけど、これはですねハンドル幅がすごく狭くなってます。デザイン上見れば分かるんですけども、そういうものに仕立て上げてある感じですよね。はい、仕立て上げてある感じなので、こういうポジションをですね、総合してハンドル幅狭くてちょっと前傾になって足がちょっと前に出るようなポジションですね。こういう形で乗るというところを含めてですね、一言で言うとかなり癖があるというふうなですね個人的なイメージですね。ただ多分これハーレーに乗り慣れてる方々、もう昔からハーレー好きだよとかハーレーばっか乗ってるよとかそういう方々からするとですね、むしろ扱いやすい世界のマシンなんじゃないかなとは思いますけども、ただですね、普通のバイクばっかり乗ってるとかなり独特な世界だなというふうにはですね思わされる感じになっています。特に、ハンドリングの中でですね、左右にハンドルを切るようなシーンはですね、当然ハンドルが遠くなるんですよ。こうやって切れば切るほど遠くなる。そして倒し込むのもですね車重があるんで若干ね、その路面状況によっては、例えばこの先どっかに入りますよ、少し段差がありますよとか、そういう時にはですねちょっとね緊張する感じはあります。はい、倒すとですね切れ込んでくるという感じよりはですね、あまり車体を倒したくないようなですねそんな独特の乗り味ですね。これもですね多分慣れなんでパッと乗っただけだとそんな風に感じるというぐらいのですねイメージで、ものすごくとっつきづらいというものではないです。あくまで一般的なバイクに比べればだいぶ、特徴はあるけれど、だけどじゃあそれが難しいとか至難の技とかそういう話ではないですね。はい、慣れが必要です。慣れるには1日乗ってくださいぐらいのレベルからという風にですね、基本的にはですね思わせる、そんなですね、ハンドリングですねを、持っているというところですね。さあ、そしてですね実際のところ走りがどうなのかというところではですね、まずエンジンパワーはご想像の通りもう十二分にありますね。かなり力がありすぎて個人的にはほとんど下の方しか使わない感じで乗ってました。どこまであれか分かりませんけども、世間一般的なこういうクルーザーモデルの中ではやっぱり鼓動感っていうんですかね、どこどこ感っていうのはですね結構ある感じです。そして機械音もですねしますね。そんなにメカノイズの塊で誇張されてガチャ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 そういうイメージではないですよ。ただ、現代新車で販売している車両たちの中では割とですねちょっと独特の音がする、オートバイでもあります。もちろんねこれOHV というところもあるんですよ。OHV というところもあって、あと排気量が大きいというところもあります。あとはその重厚感があるよっていうところ、実際のもう現実的な重さですよねというところも含めて、確かにですね、操作感は独特のものがエンジンも含めてあるんですけども、ただですね乗っててイメージするハーレーっぽいハーレーだなという感じです。新車で買ってノーマルで乗るっていう前提の中での、かなり、ハーレー寄りなハーレーっていう表現がいいですかね。例えばカスタムしたものとか街で見かける爆音のものとは全然違いますよ。あくまで上品に乗れる中でのですねすごくそれっぽい感じになってるというふうに思いました。でエンジン自体はトルクがすごくあるんで 1800cc 以上あるんでパワーとかトルクはすごくあるんですけども、その中でその雰囲気何て言うんですか、パルス感、どこ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 の一発一発のですね、その全体の仕立てっていうんですかね、走らせた時のフィーリングが前に出る力はあって、その山自体は割とこう確かに山はあるんだけど穏やかなんだけれど、だけどその山の頂上だけはですね打感がある、打った感じがする。その辺がですね、これ言葉ですごい表現しづらいんですけど、ダダダダダダダって走らせた時にその前後はすごくマイルドなんですけど、燃焼が起きた瞬間、実際はこれ違うんですけどね、実際は違うんですけど、バイクが前に進もうとする力が出る瞬間のてっぺんだけはですね金属音がする感じですね。何か金槌でコン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 って叩いてるような、そんな感じの雰囲気のサウンドというか味付けというか何なんでしょうね。つまりちょっとねややこしいかもしれないんですけど、でかいこういう機械が動いていてそれをちゃんと感じることができる。だけどそれは、その前に進もうとしてるドドドドドの山のてっぺんの瞬間だけなんですよ。その前後は滑らかなんですね。だから乗ってて不快じゃないんだけれど、でもその中にですね、確実にそのこれ現実的にはアイドリングでも800回転ぐらい回ってるんで、ドドドドドに合わせて燃焼が起きてるわけじゃないんで、あくまでその排気脈動で前に進む力が出る瞬間っていうんですかねのところでの頂上の話になるんで、現実のピストンの動きとはリンクしてないんですけど、ただそのドドドドドの一発一発のてっぺんがですねすごくですね金属感のある質感があるんで、そういうところで分かんないですよね、これ聞いててもね分かんないと思うんですけど、ただ今そのエンジンのフィーリングを一生懸命口で説明してるんですけど、そういう角が一部残ってるところの雰囲気で多分ね割と満足ができるんじゃないかと思います。はい、すいません難しいんですこれ説明が。ただ機械を操ってるんだな、金属の塊なんだな、この感じは要はこのバイクで味わうことができますよ。ただそれはその誇張された世界のものではないですよ。例えばこういうものをアイドリングを極端まで落としてなんかズンドコズンドコさせたりとか、そういうものじゃなくて標準で備わっているものとして、そういう味付けがされてるのかそういう作りになってるのかは分かりませんけども、ちゃんと、大きな排気量のこういうハーレーっぽいものを動かしてますよっていう感じがするよっていうところをですね、言葉で伝えようとしたけど難しかったっていう話ですね。だから気持ちがいいエンジンですよ。気持ちがいいエンジン、乗りづらい車体、それもほどほどにっていう表現がいいですかね。なのですごくうまくまとまっててですね、こういう世界にどっぷり浸りたい方はですね十分なんじゃないかなと思います。はい、あとはですね、ただある程度そのハイテクな部分もあるので、例えば片方の気筒休止とかそういうところっていうのはもう今時のバイクにしかついてないものになってますから、そういうところでですね、実際にちゃんと使えるハーレーっていう表現がいいですかね。クラシカルなものとかはですねなかなか大変だと思うので、いろいろね、特に最近みたいに夏が暑いとね、だからそういうところでですね今時に仕立ててあったりとか、視覚的なアピール、そのまたがった時のタンクの絶妙な形状だったり、こういうタンクキャップの表面処理だったりとか、このメッキでですね、多分これ夏場の光の入り加減によってはキラキラ眩しかったりすると思うんですけど、こういうものだったりとか、はい、この角の縁の処理とかですね、あとはこういうところの塗装ですね、はい、の処理とかですね、こういうところがですねすごくよく工夫されてて割とね満足できるんじゃないかなと思いますよ。目で見える情報が独特なので、このライザーの上についてるメーターとかもね要はメーター的なものをなるべく排したいってことですよね。はい、なるべくそういうものの存在を消したいということで最もコンパクトに作ってあって目立たなくなってます。そういうところもそうだし、はいなのでですね、そういったところを見ていくとですね、世界観としては十分にですねハーレーらしさを味わうことができるんじゃないかなと、個人的には思いました。あとはですね、そのサスペンションなんかの雰囲気もですね、ちょっと突き上げ感があるんですよ。ゴッゴッゴッってこう来るんですけど、それもですね、多分これ雰囲気作りの一環なんでしょうね。少し固めのスプリングにして、そのリジットっぽさっていうんですか、実際はこれサスペンションがついてて、じゃあ仮にドラッグスターとかだともっとこう普通に機能しちゃうんですよ。でこれ機構上はね、ちゃんと普通に機能する機構と十分な容量のあるサスペンションがついてるんですけど、中覗けばね、なんですけど、あえてですねちょっと跳ねる感じ、まあ、表現合ってるか分かりませんけど、車庫調を入れた車みたいな感じの、ゴツゴツ感っていうのがあってですね、まあ、そういうところでですね、やっぱりそのリジット感のある雰囲気、ただあくまで雰囲気までなんで、そんなくたびれちゃうようなほどのものではないんですけども、とかを持たしていると。そして、まあ、全体的なもののその動き方、例えばシフトの感じとか、シフトフィーリングとか、こういうクラッチレバーとかブレーキレバーの操作感とか、そういったところ一個一個がですね、まあ、若干緩さを持たせてあって、その全体的にこういったバイクの雰囲気っていうんですかねを壊さないようにしてあって、もうどこを取って見てみても、こういう、まあ、ハーレーイズムと言っていいのか分かりませんけども、まあ、こういう V ツインの皆さんが一般的な方が V ツインにイメージして憧れて買おうとするもののイメージをですね、まあ、よく壊さずにですね、まあ、守ってる感じがするというところがですね、まあ、この、車両の独特の、まあ、特徴なのかなと。まあ他のハーレーも乗ったらそうなのかもしれませんけども、まあ、少なくともこれに関しては、まあ、イメージ通りだなっていう感じですね。ただうまくまとめてあって、そんなに極端に不快だったり大変だったりっていう形にはなってないというところがですね、まあ、現代風なバイクなのかなというふうに思いました。さあというわけでですね、今日はですね、ストリートボブというですね、このなんかすごい不良っぽいハーレーですねのご紹介でした。いかがだったでしょうか。まあたまにはですね、こういうオートバイに乗ってみるのもいいかもしれませんね。割と近距離乗っただけでもですね、満足できちゃうんで、忙しい皆さんにはぴったりかもしれないですね。